辛い。誰かを好きって言ったら、お父さんがその誰かのことはお父さんが殺しといたからって言われるのが怖くて、誰かを好きって言うこと自体に蓋をしていた時期がある。ふとした時にそれが防衛本能か知らんけどなって、好きっち言ってはいけないち思ってる自分がいる。本当に死んだか見てこようちって誘うんだけど、見たくない行かないっつってからに行かなくなった私を見て、お父さんは笑ったり、確認無線でっつってからに怒ったりするけれども、好きな人が死んだっち言われてそれを確認したい人っちいますか？この目で、この目で見らんば信じられんち普通の人は思うんですか？私は信じたくないし、お父さんが嘘つきっち思ってるからその場に行きませんでした。